協定用のモーター本校では協定で使用されるモーターについて記述する。協定で使用されるモーターは実際には直列に気筒にサイクルのレシプロエンジンを用いた線外機である。2020年現在は全協定上で大和発動規制の水冷ガソリンエンジンが採用されている。以前は協定上によって 多少諸限が異なるエンジンが使われるケースもあったが2015年からは出力低減型の331型に統一された。エンジンの下部にあるプロペラシャフトに取り付けられたプロペラが回転することで推進力を得る。冷却水は排気口のそばに開けられた穴から取り入れられシリンダーケース及び液ーストフランジを経由してエンジンを冷却し最終的に ウォーターニップルから排出される。ただ、陶器の間は、キャブレターの凍結防止のため温水パイプが取り付けられ、エンジンからの熱を持った冷却水の一部がキャブレター内部を通るようになる。燃料タンクは約2.3リットル。2サイクルエンジンのため、燃料はガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用する。排気は水中に出されることになるが、オイルは 生分解性のものを使用することで水質が悪化しないよう配慮している。モーターの価格は1台につき約60万円。ただし競技用という性質上バックギアなどが搭載されておらず、一般の船舶への搭載が認められていないため、一般への販売は行っていない。協定の競争実施業務規定上、モーターの使用期限は登録から1年間と定められており、 各協定上は年に一度モーターを新しいものと交換する必要がある。新モーターの納入時は必ず試運転並びに性能検査で所定の性能を満たしているかどうかを確認するが、この際は当該協定上をホームプールとする選手だけでなく協定上所属の整備員、検査員も加わり交代で試運転を行う。協定の開始当初は 協定上によって異なるメーカーのモーターが使用されていたほか、同一の協定上でもレースによって複数種類のモーターを使い分けていた。協定発祥の地となった大村協定上では、木沼内燃機製作所の木沼モーターが使われていたほか、昭和20から30年代には他に、ミクロ製作所のミクロモーター、国際協定工業のヤマトモーター、アメリカ製のエビンルート、 マーキュリーなどが使われた記録が残っている。オートレースの競争者のように、選手がボートやモーターを所有する、あるいは、スポンサーが所有し、広告を掲載して走らせる形態も検討されていたが、実際に競争を始めようとすると、ボートやモーターの所有に手を挙げる人間が現れず、やむを得ず、試行者がボートやモーターを用意して選手に貸し出すという形態が取られるようになった。 1960年代になると、レースの高速化を求めるファンの声が強くなったため、それを受けて、日本船舶振興会では、日本国外の船外機メーカー製のエンジンを導入することを検討。最終的に、ドイツの軽日比製エンジンが、ベースに選ばれ、1965年には、協定用に改良を受けた、軽日比モーターが競争にデビュー。一方で、軽日比の日本における、 代理店となった日本軽日比モーターでは独自のエンジン開発も並行して行われ、1967年に富士型モーターとして競争デビューを果たした。さらに富士モーターボートとヤマト発動機の合弁会社として設立されたワールドモーターボートが開発したワールド80モーターも競争で使用されている。しかし、昭和50年代以降、ヤマト発動機以外のメーカーのモーターは、 事実上駆逐され、最終的に現在のようなワンメイク状態に至っている。1990年代には、プロペラ推進の代わりにウォータージェット推進を導入したモーターや、自動車用エンジンにおける、ナイトラスオキサイドシステムに相当する急加速装置を搭載したモーター、プロペラを可変ピッチ化できるようにしたモーターなども試作されたが、いずれも実践投入には至らずに終わっている。 なおこれらの試作モーターは、ボートレーサー養成所の展示ホールにて、歴代のモーターと並んで展示されている。ありがとうございます。